こんにちは、マサです。今日は誰でも YouTuber になれるっていう話です。準備するものはチャット g p t 音声ソフト、編集ソフト、画像だけです。非常に簡単です。チャット g p t は検索みたいなもんなんですけど、質問すると答えてくれるんです。食品添加物を減らす方法はって聞いたんですけど、そうするとこのように 答えてくれるんです。チャット GPT は実験段階ですから、正直言うとまだ正確な文章にはなっていません。日本語がちょっとおかしいです。しかし内容自体はそこそこ正確です。ですから、これを基本として文章を加えていくんです。検索した情報、本の内容なんかを加えていくんです。もちろん、 チャット GPT 使わないいいで、でで自分で全部作ってもいいです。文章ができたら次はこの文章を音声に変換しますいろんな会社が音声変換の商品を出してるんですけどなかなかいい商品がありません何個か試しましたけどこれが一番良かったです先ほどチャット GPT で作った文章を読ませてみます 一位食品の添加物を減らすためには、食品を自然な状態で消費するようにすることが重要です。最も重要なのは、加工食品を減らし、天然の食材を使うよう心がけることです。これにより、添加物を含む加工食品を減らすことができます。に購入する際は、添加物を含まない食品を選びましょう。食品パッケージには、 添加物のの名前がが記載されれている場合がありまますので、それを確認しましょう3食品を自宅で作る際には添加物や食品添加物を使わず自然な食材だけを使うようにしましょう4店で購入する際は添加物を最小限に抑えた健康的な食品を選ぶようにしましょう添加物を含まないオーガニック食品を購入することをおすすめします 五、添加物を含まない自家製の料理米、豆類、野菜を多く取るようにしましょうこれらの食品は添加物を含んでいないので安全で自然な食事を摂取することができますという感じなんですけど十分使えますそして次は画像を準備しますこういうサイトを使えば無料で使えます無料は無料でも 商用利用可能な画像を使ってください。このサイトは全部使えます。あとは編集ソフトで編集するだけです。私はパワーディレクターっていうソフトを使ってます。という感じで簡単にできるんですけど、ぜひやってみてください。もちろんチャンネルのコンセプトを作ったり、ネタを選んだり、いろいろやることはあるんですけど、 ハードルは下がってます。あとは収益化するまで継続できるかですね。これが一番難しいです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。